幸せな子育てシェアリング講座48、食事で発達障害を改善する。以前のね、講座で神経伝達物質のお話をしました。セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンっていうのがありましたね。で、この粒々のことです。ここの数、濃度が適切じゃないと、うまくこう感情がね、抑えられなかったり、物事を考えられなかったりっていうね、不安定さが生じるっていうことでしたね。じゃあ今回はどうしたらこういうのをちょうどいい数、バランス取るためにどんな食べ物が必要かっていうお話です。一つ目はセロトニンを増やす食べ物です。セロトニンっていうのは安心の神経伝達物質ですね。まず大豆食品、味噌汁、豆腐、納豆、それから乳製品、牛乳、ヨーグルト、チーズですね。それにプラスしてビタミン B6、赤身の魚とか玄米とかバナナに入ってますね。こういう食べ物を摂るとセロトニンが生成されるっていうことですね。はい。ただこれはね、材料なんです。材料だけだと分泌までいかないんですよね。材料があって、それをうまく分泌させるためには刺激が必要になります。どんな刺激かというと、お日様を浴びること、それから運動すること、それから優しさ、感動っていうのはですね、これオキシトシンっていう物質が別にあるんですけど、人に優しいことを親切にしたりするとオキシトシンが出るんです。それから感動する、なんかね、映画を見たとか、感動する場面に出会ったとかって言ってもオキシトシンが出るんですね。このオキシトシンが出ると、それに触発されてセロトニンの分泌が促されるっていうことで、だから優しい行動をすることね、感動することもセロトニンを増やすこと、その刺激になるんです。この材料と刺激があるとセロトニンがたくさん出るっていうわけなんですね。次いきます。ドーパミンを増やす食べ物。ドーパミンっていうのは楽しいっていう感情ですね。これを増やす食べ物は大豆食品、同じですね。乳製品も同じ。ビタミン B6 も同じですね。それに加えてタンパク質が入ります。肉とかね、魚ですね。それからチロシンって書いてるのは、これ特別なんですけど、タケノコの水煮とかに白いのついてますよね。あれチロシンっていうらしいんですけど、それがドーパミンのね、原料としてすごい高濃度だっていう話なんですね。で、先ほどと同じように、材料だけじゃダメです。刺激が必要になりますね。ドーパミンを分泌させる刺激っていうのは、美味しく食べることで、うわぁ、美味しいなぁとか、これ食べたかったんだよなぁとかってね、そういう食べ方をすることですね。こういう材料ですね。あと、それから成功体験、フロー体験をたくさんすること。成功体験というのは、うまくいったっていう出来事です。今日学校で、勉強ちゃんとできた、俺頑張ったとかね。あるいは、こう、スポーツでね、もう熱中した。フロー体験というのは熱中体験ですね。遊びに熱中した。そういう日中の過ごし方をして、こうした材料を食べると、もう刺激と材料が程よくね、調和して、ドーパミンがたくさん出るっていうわけですね。じゃあ次ですね。ノルアドレナリンを増やす食べ物。これはですね、ノルアドレナリンというのはドーパミンから作られるんですね。ですから材料はドーパミンと同じです。タンパク質、大豆食品、乳製品、ビタミン B6 です。で、刺激はどんな刺激が必要かというと、不安な環境、真剣な環境です。これ女の人がね、女の子が不安になってるのは、こうカレンダー見て、あ、もうすぐ締め切りだわ、とかで、ね、こういうちょっと心配になっている。締め切り間近で焦る時の環境ですね。これ男の子は、これは試験ですかね、テストですね。学校でテストやる時の雰囲気ってシーンとしますよね。そういう環境、真剣な環境ですね。それからスポーツでね、真剣にこう戦ってる時っていうのもそうですね。ここに心配そうな顔をしている男の子がいますけども、これは ASD のお子さんなんです。自閉症ですね。自閉症のお子さんっていうのは、不安とか緊張に襲われる程度がね、高いお子さんが ASD のお子さんの中にはね、たくさんいらっしゃるので、ノルアドレナリンがもう十分に出てるっていうパターンですね。その時は、そういうお子さんは、セロトニンが不足してるわけですから、もう緊張しすぎ、不安しすぎ、心配しすぎになってますから、セロトニンをたくさん出す方向でね、食べ物を調整してあげるといいかなと思います。もう学校なんて見ただけで緊張してくるっていうね、お子さんも中にはいますからね、そういう場合はね、セロトニンが足りないっていうことなんです。次はですね、4つ目、脳腸相関のお話です。三大神経伝達物質、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンの食品のお話をしましたけれども、気をつけなければならないことがね、一つあるんです。それは神経伝達物質は腸、お腹で作られるっていうことなんですね。
どういうことかと言いますと、これ腸ですね。食べ物ですから、腸でね、消化吸収されますよね。そして、このセロトニンの場合は 90% が腸の中に存在してるんですね。で、脳に届くまで、血管の中で約 8%、脳の中では 2% しか存在しないと言われてます。これセロトニンの場合ですけど、ドーパミンとかノルアドレナリンの場合はまあ 50% ぐらいって言われてますけどね。それでもやっぱりほとんどは腸の中に存在してるんですね。ですから脳に届くのはごくわずかだっていうことを覚えておいてください。そして貴重な材料だっていうことが今分かったと思いますけど、それを作る工場が腸なので、腸の環境っていうのがすごく大事になってきます。これは腸の中ですね。このまん丸いのが善玉菌です。こっちの悪そうなのが悪玉菌ですね。そしてこれが日和見菌と言います。日和見菌っていうのはどっちつかずなんです。場合によっては善玉菌にもなるし、場合によっては悪玉菌にもなるとね、どっちの味方にもなるっていうね、調子のいいやつなんですね。で、善玉菌は食物繊維、発酵食品、乳酸菌などによって増えます。運動するとね、もっといい感じで増えるって言われてます。悪玉菌の方は高脂肪食、ね、油っぽい食品とかね、添加物、食品添加物ですね、そういうのによって増えます。そしてストレスが加わるともっと増えるって言われてますね。で、日和見菌がどっちかにね、味方するっていう、そういうのが腸の中で行われてるっていうことですね。で、この3つの割合、バランスはね、どういうのが一番いいかというと、善玉菌2割、悪玉菌1割、日和見菌7割がいいんです。この2対7対1ですね。腸の環境が悪いと神経伝達物質が脳までにね、届きにくいっていう状況が起きるっていうわけなんですね。ですから腸の環境っていうのは、ね、すごく脳と関わりが深いっていうことになります。それからここにね、赤ちゃんの絵が出てますけども、赤ちゃんっていうのはお腹にいるときは腸内細菌ないんですよね。食べ物を口から食べませんからね。じゃあいつ腸内細菌がお腹の中にできるかというと、生まれるとき、お母さんの産道を通ったときに腸内細菌をもらうっていうふうに言われてますね。それから幼少時、3歳までの時の食事、ね、どんなものを食べるかによっても腸内細菌の割合が決まってくるとも言われてます。ですからね、生まれてくる瞬間、それからちっちゃい時のね、食生活っていうのがね、お腹の中の環境を決める大事な要素になっているっていうことになりますね。次はですね、白い麻薬っていうお話をします。この別名白い麻薬っていう食べ物はですね、中毒症状があります。癖になっちゃうんですね。さあ、その食べ物とは何か。それを取りすぎると眠くなります。疲れます。イライラします。集中力が低下します。その食べ物とは何かというと、これですね。砂糖、シュガーです。そこで朝ごはんにご飯を食べた場合と甘い菓子パンを食べた子でね、話を比べてみたいと思います。まず、朝ごはんにお米ですね。ご飯を食べた時の子供です。ご飯っていうのはこれ、澱粉ですからね。澱粉はお腹の中でゆっくり消化吸収されます。こう、なだらかな線になりますね。これ、血糖値を表している。血糖値がね、ほとんど変わんない。上がり下がりが小さい。でんぷんは消化吸収されて、ブドウ糖になって脳に届きます。脳の栄養はブドウ糖だけなんですね。脳が働くために、エネルギー源というのはブドウ糖だけなんです。必要なの。ブドウ糖がないと脳はね、働かないってことなんですね。これ4時間目って書いてますけど、このご飯食べた子は、4時間目までね、ずっと脳に送り続けられるので集中できていられるっていうイラストになってます。次、甘い菓子パンを食べた子行ってみますね。どうなるかというと、血糖値が急上昇します。そして急激に下がるんです。粒々がブドウ糖です。急にブドウ糖に分解されて吸収されるんで、ガクンと上がって急になくなっちゃうんです、ブドウ糖。それでもう4時間目まで持たないので、イライラ感、空腹感、疲れた感、そういうのが出てね、脳にブドウ糖が届かない。じゃあどうしてこういう状況になるかと言いますと、インスリンという物質がですね、血糖値の上昇を抑えるために膵臓っていうところからね、ドバーッと出るんです。インスリンはこの血糖値の上昇を急いで下げなきゃっていうふうにね、頑張って働くんですね。そうするとどうなるかというと、急激に今度下がりすぎるんですね。血糖値が足りない状態です。ブドウ糖が足りない状態が起こるんです。それでここまで下がっちゃう。
脳のエネルギーなくなっちゃいますから、ダラーンとなっちゃうっていうわけなんですね。さあ、もう一度ね、でんぷん、朝にご飯食べたことね、比べてみましょう。ね、緩やかですよね。4時間目までね、ちゃんとね、標準ぐらい保ってます。ブドウ糖がちゃんと供給されているってことですね。この写真は私の尊敬する料理研究家の星沢幸子先生です。星沢先生はですね、朝にご飯、それから一汁一菜、お汁物ね、味噌汁を一杯、それからちょっとしたおかずね、野菜とかね、そういう納豆みたいなのでもいいですよね。一汁一菜をプラスすると、もうそれだけでね、午前中のね、脳の活動がね、ちゃんとね、保証されるっていうふうにね、主張されています。どうしてもね、朝忙しい時はね、玄米半分、5分ぐらいのおにぎり、こういうのを食べてもね、午前中ね、なんとか持ちますよっていうふうにね、アドバイスされてます。私もね、忙しい時はこの玄米おにぎりで、午前中をね、しのいだ時期がね、あります。さあ、まとめです。神経伝達物質、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンっていうのは材料が必要でしたよね。大豆食品とか乳製品とかビタミン、B6 とか、ドーパミンの場合はお肉とかね、お魚でしたよね。こういう材料が必要。そして、生活の中での刺激、ね、よく分泌させるためにはね、刺激も必要になります。そして、腸の中で吸収されるので、腸内環境というのがね、とても大切になりますよっていうお話もしました。それからもう一つ、ブドウ糖っていうのが、これ脳の直接のエネルギー電源ですからね。朝ごはんを食べて、ブドウ糖を脳に送る、しかもゆっくり供給されるように、ご飯、お米ですね。お米を食べるのがいいですよっていうお話もさせていただきました。こうしたことはですね、発達障害のお子さんだけに限りません。みんなね、子供たち、どの子にも必要なことなんですけど、発達障害のお子さんはね、この神経伝達物質のバランスがね、崩れやすいので、特に注意する必要がありますね。それが、大人がそういうことを注意してあげるっていうのがね、適切な支援。療育って言いましたけど、睡眠、それから食事、運動ですね。この療育環境っていうのが具体的な支援になっていきます。次回は3つ目の運動についてお話ししていきたいと思います。幸せの子育てシェアリング講座48、食事で発達障害を改善するでした。